目が渦巻き状にあるのが分かりますか？目なんですね。みんなこんにちは、サイエンスエンターテイナーの五十嵐美希です。さあこちらにあるのはフライドポテト、フライドポテトはじゃがいも、そして芋けんぴはさつまいもです。皆さんはどっちが好きですか？私はどっちも好きですけど、今日は芋けんぴかなっていう感じですかね。なんか甘いのが欲しいな。ということで、どちらも土の下にできる芋ですよね。まあ、ただ似ているようで違いがあるんですね。今日はその違いに注目したいと思います。それではレッツサイエンス。では早速実験、じゃがいもとさつまいもを育てて目の出方を観察してみましょう。じゃがいもの目は雨がかからず程よい日差しがあり、10度から20度 C の温度が保てる場所でよく育ちます。芽が出たじゃがいもを水に浸してさらに育ててみます。あ、芽が出てきました。白く出てきたのは根です。芽の出てきた場所に注目。じゃがいもの芽は芋のくぼみから出ています。じゃがいもの芽にはこのような天然の毒が含まれています。たくさん食べるとお腹が痛くなったり食中毒の症状が出ることもあります。水につけたり茹でたりすることで成分が水に溶け出しますが、完全になくなるわけではありません。また熱を加えても全て取り除くことはできませんので、料理をするときは芽をきれいに取ってください。さつまいもは水に少しだけ浸して上に黒い布をかけます。さつまいもの芽は表面のくぼみとは別のところから出ています。じゃがいもとさつまいも、ちょっと違いますね。ではじゃがいもとさつまいもを観察してみましょう。どちらもくぼみがありますよね。じゃがいもはこのくぼんでいるところから芽が出ました。そして芽が出たくぼみのところに印をつけました。こんな感じです。目が渦巻き状にあるのが分かりますか？これとよく似た形が他の植物でも観察できます。それがチンゲンサイです。ではチンゲンサイを切ってみましょう。ぐるぐるとした渦巻き模様です。このチンゲンサイの葉っぱのつき方、じゃがいもの芽の並び方と似ていますよね。この渦巻き模様、実は自然界の中でしばしば現れる形なんです。実はじゃがいもは茎なんです。芋の部分は太くなった茎、そこからぐるぐると葉っぱが出てくるんです。じゃがいもは茎なので日光が当たるところに置いておくと緑色に変わったりします。この緑色になったところには芽と同じ天然の毒が含まれていますので注意してください。これに対してさつまいもを観察します。よく見るとこのくぼみからちょろちょろと根が出ています。場所に注目すると、一直線上に並んでいるように見えます。これとよく似た野菜があるんですが、何でしょうか？それは大根です。この太い部分が主根、そしてこのひげのようなところを側根と言います。これは草子葉類という
グループの植物に共通する根の特徴です。ということでさつまいもは根なんですね。茎を食べているじゃがいも、根を食べているさつまいも、他に違いはあるんでしょうか。次は花を比べてみましょう。まずはじゃがいもです。じゃがいものお花はこんな感じです。これとよく似たお花があります。それがこちらです。これは何のお花かわかりますか。これはナスのお花です。実はジャガイモはナス科の仲間なんです。続いてサツマイモです。サツマイモのお花はこんな感じです。じゃん。あれ、なんか皆さん育てたことありますか。朝顔になんか似ていませんか。実はサツマイモは朝顔と同じ昼顔科の仲間なんです。サツマイモも同じ仲間ってちょっと意外ですよね。では最後にこんな実験をします。じゃがいもとサツマイモを輪切りにして溶素液を垂らしてみます。じゃあここに溶素液を垂らしてみましょう。じゃがいももさつまいもも青紫色になりました。溶素液はでんぷんと反応すると青紫色になります。ということはじゃがいももさつまいももでんぷんが含まれているということが共通しているということが分かりました。でんぷんは水に溶いて温めるととろっととろみが出ます。これを利用して料理では片栗粉、文房具では糊などに利用されています。また最近ではでんぷんから微生物の働きで水と二酸化炭素に分解される生分解性プラスチックが作られているそうです。茎を食べているナス科のジャガイモと根を食べている昼顔科のサツマイモの共通点は食べる場面以外でも大活躍しているでんぷんだったんですね。ということで今日のまとめ、じゃがいもは茎、さつまいもは根、この他にも普段食べている野菜がどの部分なのか調べてみると面白いです。ということで今日の動画がためになったよ、楽しかったよという人はグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。それではまたお会いしましょう。バイバーイ。